書家さんの色への挑戦っていう言葉に学装家として答えた私 そのアンサー的な、作品に、仕上げてみました。こんにちは、アートギャラリーハルキハウスの学装家をしています竹ひろ子です。今日もオーダーで作らせていただいた、新作のご紹介をします。こちらはですね、書家の先生をされていらっしゃる方が、私たちハルキハウスのミリオンハートをご購入いただきまして、その額装のご依頼をいただきました。キャリアのですね、長い書家の先生がこのミリオンハートを選んで、そして額装の依頼をいただいたっていうことがですね、私にとっては二重三重のハードルが上がるようなご依頼だったので、かなりそうですね、気合が入って、取り組ませてもらいました。でこのハートを選ばれた理由をね、伺ったんですけれども、初めは、なんとなくその感覚で選びましたっておっしゃっていて、アーティストらしいなっていう、答えだったんですけれども、よくよく見てみると、このハートがその黒の中に色があって、色への挑戦っていう風なものを感じますとおっしゃっていたのがとても印象的だったんですね。で、今までその書道のね、指導をされていらっしゃった先生なんですけれども、これからは特に、自分のその創作に力を入れていきたいとおっしゃっていて、多分その今、意欲っていうか、これからまたその創作していきたいっていうその意欲と、このハートの、この色が、多分リンクして、色への挑戦っておっしゃったんじゃないかなと思って、その言葉を私の中でその反芻しながら、額装に取り組んでいきました。でこの書家さん の作品をね、いくつか見せていただいたんですけれども、なんていうんですかね、すごくこうシンプルで素朴で、にじみとか線をすごく大切にされていらっしゃるんじゃないかなっていうのを、その作品を通じて私の方が感じたんですけれども、なので、デザイン、額装のデザインで凝ったものにするのではなくて、デザインはシンプルで、かつその額装でその質感っていうか、その光を集めるというか、光沢とかそういったものでこのハートを引き立たせていきたいなと思って、その素材選びからいろいろ試行錯誤をして決めていきました。で結局ですね、その色は黒ではなくて、深いその青の色味が出るこのベロアのブルーの生地と、あと、中はメタリックの素材を使いまして、そのベロアの光沢感と、あとこの、メタリック そのコンビネーションですね、シルバーのメタリックのコンビネーションで光の光沢というので、このハートを引き立たせるということに私もチャレンジしてみました。書家さんの色への挑戦っていう言葉に額装家として答えた私 そのアンサー的な、作品に、仕上げてみました。写真をお見せしましたら、大変気に入っていただいて、喜んでもらって、すごくとてもホッとしています。とてもやりがいのある私のチャレンジでの額装でした。ご依頼ありがとうございました。